えー、私は企業信用調査会社に勤務しています。繁忙期のためも出社して今はサボり中です。この業界の将来性について、英力さんの重なきお意見を伺いたいです。僕は全く使わないんですけど、たまにあの調査会社からその調査来るんですよね。なので、結局調査会社使ってる会社ってまだずっとあるんだろうなと思うんで。あのまあなんで調査会社があるかっていうと、あのー その銀行がうるさいっていうのと上場企業の場合ってその反社と付き合ってるっていうのがバレた場合にめちゃくちゃバッシングが来るんですよなのでその,あの取引のない会社が反社ではないというのを第三者に証明してもらいたいんですよ。 そのまあ、例えば僕の会社って別に僕反社じゃないよねっていうのは多分あの、まあ、明らかだと思うんですけどもし僕反社だったらもう多分あの日本で逮捕されてると思うんですよ。あ,のあれだけそのなんかあの裁判ぶっちしたりとかあの警察に嫌われたりしたんででもその僕が逮捕できなかったっていうことは結局反社ではないってことなんですけどとはいえただその僕の会社っていうところが反社かどうかっていうのが証明はないのでなので調査会社に調査を依頼した結果反社ではありませんでしたってお墨付きがあった方が取引がしやすいんですよね。 で最近はやっぱりそのコンプライアンスがどうだらとかって結構言われるご時世なのでななななののので調査会社の需要自体は減らいいいんじゃないかなと思いますあの結局景気が悪くなってそのあのあいろんな会社が小さな会社がポコとポコ生まれれば生まれるほどその企業調査会社の需要って上がるんですよね。要は大企業同士で取引するんだったら調査会社なんて全然いらないのでその東芝と NEC が取引しますとかだったら別にもう調査のする必要すらないじゃないですか。 なので、その、ちっちゃいベンチャーとかが増えると、要はベンチャーって、その、なんか、こんな技術がありますって言ってて、調べてみたら、はい、裏ヤフザーとか、出てあるんですよ。なんか、ベンチャー企業で、なんか、こういう技,技術会社をいろいろ買収して大きくなったんですっていうので、こう、裏開けてみたら、あの出会い系サイトですげえ金があって、で、そこの金もなんか、あの風俗系のところでガンガンこう稼いだ金が回ってましたみたいなのもあったりするので、なので、あの、企業調査会社自体は、需要はやっぱ残るんじゃないかなと思います。ただ、足を使う業界なので、結構大変だと思いますけどね。